皆さんこんにちはレック公認会計士課の中島ですよろしくお願いいたします、えー、本日平成31年、えー、令和元年第2回の担当式試験が行われました、えー、皆さん猛暑の中ですね、えー、本試験お疲れ様でした、えー、この動画は、えー、今回のこの担当式試験のですね、えー、全体の、えー、合格率と あとボーダーとかえっ、ー、と合格者数ですね、えー。そちらの方のですね、えー、公表させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。えー、まずですね、えー、今回の担当式試験の合格ボーダーとですね、えー、合格者数と合格率を出していきたいと思うんですけども、えー、それはですね、えー、まず論文式試験の、えー、最終合格者 えこれからですね、えー、前回もそうだったんですけども、えー、予想していって、えー、逆算する形で、えー、出していこうかと思います、はい、ではちょっとこちらの方ですねはいちょっともう PDF になってますけども えー、こちらはですね、えー、と担当式試験の過去のデータ推移になります、えー、青い字ですねこちらの方がえっ、ー、と願書提出者数ですで、えー、赤い字が合格者数で、えー、こちらのパーセンテージが合格率で、えー、その時の合格ボーダー正答率になってます でこういう形でこう並んでるんですけども、えー、今回はですね、えー、こちらですね第2回西暦でいうとあすいませんえっ、ー、と西暦でいうと2019年のですね、えー、第2回で願書提出者数は出てます7545となってますで今回が、えー、見ていきたいのが合格者数と えー、そこから算出される合格率と、えー、合格ボーダーこれを出していきたいと思います。で、えー、見ていただきたいのがですね願書提出者数なんですけども、はいえー、と2016年から2017年なんと、えー、名ご、えー、増加してますそこから2018年は1158そして2019年は507。 今年は2018年はとと比べててて名増加していることになっていますでそこでですね、えー、論文式試験のデータ推移を、えー、ちょっと見ていきたいと思うんですけども過去3年なんですがこういった形になっていますやはりまあ増加傾向ですねこういう形で少しずつですけども増加しています。はい。 で、えー、と2019年度のですね担当の出願者が、えー、さっき見たように507人増加しています。で、えー、担当の出願者の増加の約70%から60%ですねが、えー、と論文の出願者数の増加率とまあニアリーコールだと,ということになってますので、えー、ここからですねまあ 担当,の合格者あ担当の出願者数507名からです、ねえー、と60%かけて、まあ、論文の出願者数の増加が、えー、304人じゃないかとなので、えー、と2018年が1万1742名でしたから304名を足して、えー、予測ですけども2019年は1万2046名ではないかと。はい こういうふうに予想しています。で、えっ、ー、と願書提出者数を分母とするこの願書提出者数、えー、提出者合格率ですね。これはまあ見ていただくとですね、過去三年は十点八パー、十一点二パー、十一点一パーとなっていますから、まあだいたい十パーセント程度かなということを予測すると。 1万2,046名の10%ですからこの赤字2019年は1,210名が、えー、合格するんではないかと。はい、で、えー、論文受験者ですねえー、っと実際に論文式試験を受けた方々は えとここにあるように、えーとはい、でこの中からこの赤字の合格者が出てるわけですから実際に論文受験者数から出される合格率は、えー、とまあ皆さんもご存知かもしれませんけども 35%37%35% 35と、まあ、3割を超えてるわけですね。 で2019年はですねずーっと35%台37%もいってますけども、まあ、ちょっとさすがに落ち着いてくるんじゃないかと思いまして、まあ、31%程度でちょっと予測してみます。そうするとですね、えー、っと合格者が1210と予測してますからこの31.0%を割り戻すと。 論文,式受験論文式試験を受験する方は名だと,、えー、と予測されますでこの内訳が免除者の1,700名まあ1,600台ですけどもまあ大体1,700ぐらいと考えてで第1回目がこれはもう出てますはいえっ、ー、と1,097名。 論文に行ける方々が千九十七ですから、で今回の第二回目の論文に行ける方、つまり合格者数が x と考えますんでえ式はこうなりますね。三千七百三十四名イコール千七百人プラス千九十七人プラス x なので x はえっ、ー、と九百三十七人。今回皆さんが受けた試験の合格者数 予測は、えー、と約937人じゃないかというふうにちょっと予測しております。で、えー、今回の願書出願者数は、えー、7545名ともうすでに発表されていますから今回の合格者割る今回の願書提出者イコール937人割る7545人ですから12.4%。12. なので、えー、皆さんが受けた今回の試験の合格率は12.4%と、えー、予測しております。はい、よろしいでしょうか。はい。で、えー、皆さんがですね、えー、知りたいのは、まあこの合格率12.4%ですね。もう一回ちょっと戻るとですね、第二回の 合格率ですね第2回の合格率っていうのが、まあ、6.110.310.17.2で、えー、っと1年前が高かったですね13.6だったんですけど、まあ、今回12%台ということでえー、っとまあ去年よりちょっと下がるかなぐらいででもまあ 今までの第2回と比べればかなり高い合格率になっているかなというふうに予想されます。はい、で、えーまあ、合格率は分かったとは思うんですけども、まあ、予想は立ったと思うんですけども、まああれですね、合格ボーダーの方ですね、えー、こちらの方は、えー、合格率うんぬんよりもですね各、えー、科目の担当者がすで、えー、にですね今見ている動画の あの埋め込まれているですね解答速報のページにどんどん解説動画が埋め込まれていきますんでぜひそちらも見ていただきたいんですけども、えー、その4科目の担当者が、えー、実際にですね、えー、肌感覚として、えー、問題を解いてみて、えー、これぐらいじゃないかなとこれぐらいの,あのパーセンテージ正答率があれば、まあ、おそらく合格してるだろうとそういうのを、えー、動画の方で お話し,していますで、えー、私の方では、えー、それを全部合わせて、えー、じゃあ全体としてどれぐらい取れてれば、えー、合格してるんではないかなとまあ合格ボーダーの予想をですね出していきたいと思いますはい本当に簡単にやってしまいますはい、えー、担当式試験の合格ボーダーなんですけども企業法が75%管理会計論ちょっと難しかったですね52%監査論60% で財務会計論が60から64%というふうになってますから、えー、と今回の REC が予測する全体の合格ボーダーですが、えー、62, 点あ62から63%と、えー、考えております。はい ちょっと簡単でしたけども、まあ62から63%で、えー、全体の合格ボーダーを出させていただきました。で、えー、これからですね、皆さんはですね、えー、まあ5月の担当式試験が終わって、えー、まあ合格するかどうかっていうのをちょっとまあ不安になってる。 またはえどうなるかちょっとねえ次の論文に行っていいかどうかっていうのは多分悩まれるかとは思うんですけどもまあ基本はですねこの合格ボーダー付近の方々ですねまたはもちろんそれ以上の方々はもちろんなんですけどもまあやはりあの論文式試験の,あの勉強の方はスタートされた方がいいと思います。残りヶヶ月月たたった3ヶ月しかないのでえ合格発表 えー、1ヶ月後になるんですすけどもそこまでで待ってらんないですよね、えー、あのー、せっかくですからやはりこの3か月後の論文も合格を視野に、えー、入れてですねぜひ全力で、えー、特に租税法と計画ですか、えー、そちらの方の勉強を、えー、進めていただいてなんとか、あのー、ある程度のレベルまで持ってきてあわよくば論文を取っていくという。あのー 勉強で今後ですねちょっとイベントの方をですね、えー、実施させていただきます。弊社の、えー、っとホームページですね。ここの回答速報というのをですね押していただいて。 ここにイベント一覧というのがありますここをクリックしていただくとですねえー、とイベントがずらっと並んでますのでえっ、ー、とぜひご参加いただきたいと思います5月の担当本試験の分析会6月1日土曜日19時から21時ですはい。実施校もこれだけの校でやってます生実施校が渋谷駅弁本校です同時中継がこれだけの全国でやります あと個別受講相談会です、ねえー、とウェブでこう予約するここのブルーのところをクリックしていただいて、えー、予約して個別相談ができますで、えー、関東圏の方で、えー、基本的にこの個別相談やってるんですけども、えー、こちらの方の電話でも相談ができますので関東圏来れない方はですね、えー、全国に えー、おられる方々、これ電話で予約、あのこのウェブで予約して電話で受講相談もできますので、ぜひこれをご利用ください,、はい。あと特別小学生試験、あと12月ですね。えー、これ向けのあの担当の上級講座、えー、無料体験ができます、はい。この日程ですね。6月3日、7日、18、7月6日、7月16と、はい、やってます。渋谷駅前本校でやってます。 あと担当の品質重要論点の洗い出し答練皆さんの、あのー、ちょっと弱点をですねこう浮き彫りにさせる財務と管理の洗い出し答練とかも6月9日やってますこれも全国でやってます生は新宿エルタワーです、はい、同時中継これだけありますでまあ3か月後の論文に向けた後ですね、えー、学習切り替え法6月21日金曜日 やります。えー、これは生水道橋本校です。同時中継もこれだけの本校で実施していきます。はい。で、えー、と実際合格発表後に、えー、残念だった場合、この12月のですね、えー、担当必勝法のガイダンス6月22日土曜日実施します。はい。で論文の直前予想会。 7月21日に実施しますなどなどですね。ここにちょっとイベントの方がありますので、ぜひですね皆さんあの経営者のですねこのホームページですね、はい、ぜひ、えー、見ていただきたいと思います。はい、えー、皆さんですねモーションの中本試験本当にお疲れ様でした。 今後ですね、いろいろな疑問点だったりとかあといろいろ相談したいこととかが多分出てくると思いますので先ほど紹介した弊社の,あのイベントの方または受講相談等をぜひ、ね、ご利用いただきまして今後どうするかの方向性をですね、ぜひ決めていただければと思います。はい、本日は以上になりりまます。ごご視聴どううもありがとうございました。